はい、こんにちは、ポロです、今日はビジネスは愛であるというですね、話をしていきます。まあ、すごく、まあ、タイトルだけ聞くとね、なんかこう、なんていうんですか、ちょっと恥ずかしくなるようなタイトルだと思うんですけど、まあ、マインドセットですよね。こういうふうに考えると、すごくビジネスってうまくいくなっていうふうに思うわけですよ。で、ビジネスって何なのかってことですね、をちょっと考えてみたいと思うんですけど、ビジネスって困っている人を助けることだと思うんですよ。まあ、そうですね、うん。だと思うんです。例えば、何でしょうね。車が故障して修理屋さんに持っていくじゃないですか。でも自分で修理できるんだったら持っていく必要ないと思うんですね。なんか体の調子が悪くなってお医者さんに行くのも、自分でね、治療できたら行く必要ないじゃないですか。だから全て自己解決できるんだったらビジネスっていらないんですね。電気屋さんに行って、例えばパソコン買うのも、自分でパソコン作れたら、そんなパソコン作る業者もいらないし、パソコンを売るようなお店もいらないわけですよ。だから、全部ですね、このビジネスっていうのは、その他人の手助けというか、まあ、困っている、どうこう、まあ、願望の場合もあるから、必ずしも困っているっていう場合だけではないんですけど、とにかく誰かを助けることなんですね。で、誰かを助けるって、やっぱり、まあ、愛だと思うんですよ。困っている人を助けたいとかね、っていうのはやっぱ愛がないとできないと思うんですよ。で、この愛っていう言葉ですけど、よく言われるのが、愛の反対は無関心だって言われますよね。愛の反対は例えば憎しみとかそういうのではなくて、愛の反対は無関心なんですよって言われるんです。で、これをもう一回ですね、 逆に返してみると、無関心の反対は関心じゃないですか。つまり、愛を持つってことは、相手に対して関心を持つってことです。恋愛でもやっぱりね、その好きな人がいたら、相手のことをもっと知りたいと思いますよね。でもそれってビジネスも一緒だと思うんですよ。自分の見込み客とかね、お客さんのことに対してもっと関心を持って、どういうことを悩んでいて、どうやったらこの人を助けれるだろうみたいなふうに考える。それはやっぱ関心を持たないとできないと思うんですけど、でもそういうふうに考えたら、まあ、うまくいくと思うんですね。この人助けたいとかね。それってやっぱ愛がないとできないと思うんですけど。で、ね、この人のことをもっと、ね、知りたいとかっていうふうに思ったら、その人は何に悩んでるのかとか、どういうものを提供すれば喜ぶのかとか、でも分かると思うんですよ。商品作りにしてもですね、例えば何かまあ、僕たちがコンテンツとかそういうものを作りますけど、作るときも、こういうふうにしたらね、お客さん使いやすいだろうなとか、分かりやすいだろうなとか、っていうような気配りですよね。要するに。そういうものを、こう、できるようになるんですよ。愛を持ってやると。でも、愛を持ってない人、単純にお金稼ぎ、ビジネスイコールお金稼ぎだみたいなふうに考えてる人は、とにかくもう売りまくれとかね。もう質が低くても、自分が儲かればいいからみたいな考え方でビジネスをやるわけですよ。だから単発的には稼げても、長期的にはうまくいかなくなるわけですよね。そういうものっていうのは絶対どっかでボロが出るから。だからやっぱり、長期的にうまくいく人っていうのはね、お客さんのことを考えて大切にしてる人はやっぱりうまくいくわけです。やっぱり愛を持ってね、ビジネスをするってのはすごく大事なんですね。だから、こう、まさにこう、母親がね、自分の赤ちゃんとかちっちゃい子供を、もう無償のね、愛でこう、接するみたいな感じですよ。ああいうのってまさにこう、助ける状態じゃないですか。で、気配りして、ね、こういうふうにしたら食べやすいかなとか、そういうふうにこうね、気を配ったりするじゃないですか。で、それと一緒だと思うんですよ。こういう風にしたらね、この商品もっと喜んでもらえるんじゃないかとか、そういう風にいろいろ考えて商品を作ったりとか、ね、どういう風に伝えれば分かりやすいかなとかね、そういう風に考えたりする。それってやっぱり相手に対して愛があって、相手の子に関心があるから、もっとこういう風にしたいなとかって思うから、そういう風に、考えることができるわけです。でも、そういう愛を持たずに一方的にね、自分の利益だけ考えて自分が儲かればいいみたいなことを考えてると、相手のことが見えなくなるから、結局相手の求めているものを提供できずにビジネスがうまくいかないとか、相手の信頼を裏切ることになってしまったりするんで、まあ、このビジネスは愛であるっていうね、マインドセット、僕もなかなか持つことがね、できてなかったんですけど、こういうものを意識するとすごくうまくいくんじゃないかなと、ま
とにかく自分のお客さんとか、ね、そういう人たちのことをもっとね愛して関心を持って、ねやれば自然的にそういう行動を取るようになると思うんで、そうするとそれが行動とか態度に現れて相手にも伝わると思います。で、相手に伝われば相手も嬉しいですよね。愛を持って接してくれたら。なんで、まあこのビジネスとは愛であるっていう、考え方をですね、まあ、ぜひマインドセットとして、持っておいていただければと思います。